いやー、これはマジで効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹を引き締めたくてこういったメニュー見たことあると思うんですけども、実はあれ上級者以外の方には効かないんです。ウエストを細くしたくて一生懸命やってみたのにダメだったのかいって思った方におすすめな、誰でも簡単にインナーマッスル、腹斜筋と腹横筋を鍛えることができるプランクニーツイストというメニューを紹介していきます。今回のエクササイズは30秒を3セットやるだけです。1分半一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。今回のプランクをしっかり効かすためにまずウォームアップをしていきましょう。肘と膝をくっつけて、肘と膝で押し合う感じで腹筋を締めてください。これをまず30秒いきましょう。ぐーっとね、力をお互いかけ合う感じで腰を丸めてお腹をへこませます。いきましょう、スタート。これでしっかりね、お腹に力を入れとくっていう意識ができます。しっかりね、お腹を引っ込めて、肘と膝を押さえ合って腹筋を使ってください。ね、腹筋の力を抜かないようにずっと力を入れたままです。これだけでも結構腹筋効きますよね。あと少しです。よーし、 OK。 それでは30秒3セットのプランクにツイストに入ります。まずうつ伏せで通常のプランクの体勢を取ります。足は少し開きます。肘を1個手前にずらします。手首から肘の間の半分ぐらい手前に寄せます。このまま体を持ち上げます。近づけている手と対照的な足を、膝と肘を近づける感じで体を丸めます。で戻します。今の動きを30秒間やっていきます。だいたい呼吸を5秒間吐きますので、3回ずつで30秒を目安です。もし肘と膝が届かないよっていう人は、もうちょっと肘を近づけてもらって、肘と膝がくっつくようにここで5秒キープしたら戻るっていうことを3回やったら、手の位置を変えて反対足です。これを頑張っていきましょう。腹横筋、腹斜筋をしっかり使うことができます。仰向けで体をひねるよりも効きます。それではいきます。3回やったら反対足です。スタート。1、2、ぐーっと近づけて、4、5、息しっかり吐いて、はい、反対です。届かない人は肘近づけて、はい、オッケー。いやー、ちょっと難しいですが、マイペースでいいです。3回分けて筋肉を使うことが大切です。それでは、2回目いきましょう。スタート。よっしゃ、反対。いや、5秒間キープが難しいから片側4回やってる気分になってます。3回目頑張っていきましょう。ちょっと難しいですが、やっていくことで使われてない筋肉が鍛えられます。それではいきます。ラスト、スタート。よーし、反対。よし、いやー、効いた。お疲れ様でした。これはインナーマッスルを使ってるので、アウターマッスルの腹直筋がすごい効いたよっていう感じは少ないかもしれませんが、仰向けで体をひねる分よりはかなりこっちが使われてます。足をしっかり抱えないといけないんで、ちょっと難しいかもしれませんが、慣れてくるとね、できてきますんで、これができてくるとウエストが細くなります。あとはお腹が出にくくなってきます。体をひねる腹筋メニューやってなかったよって方は、このメニューを動画を見ながら週に2回ぐらいでいいので続けてみてください。頑張ってやったよ。
って方はグッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。